はい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 、始まりました。本日は、ようやく建築していきたいと思います。この動画の命運が決まる日だな。ちなみに何作るんだ？今回は、牧場とブランチマイニング場を作ろうかと思います。牧場は、山の裏に作ろうかなと考えています。ブランチマイニング場は、山のふもとに作ろうかな。マリサは、なんか作ってほしいものある？そうだな。お花畑早速建築行ってみよう。ぶっ飛ばす。せっかくアンプリファイドなので、高低差を生かそうと思います。今回作るのは、牧場なので、生活スペースを上の方に作ることで、快適に生活できるようにしています。配慮がすげえな。あとは、作った牛乳なんかを、売り出せるような出店も作りたいですね。建築するときは、まず柱から立ててることが多いです。こんな感じかな。完成しました。おい、柱立てたことしか解説してねえじゃねえか。気がついたら、出来上がってました。才能ってつれー。うざ。ということで、早速ルームツアー。まず場所ですが、製鉄所の裏です。比較的静かな場所に位置しています。まず左の建物ですが、こちらは農場を営んでいる方の家です。右手は出店兼、倉庫となっています。入居者募集、漏れなく牛付きです。酪農をしたい人しか買わない。中はこんな感じ、風通しは良くなるようにしてます。冬は寒そう。続いてはお家に参りましょう。このアーチがかかってる家、いいよね。中はこんな感じ。玄関入って左手に見えますのは、牛乳販売です。いらっしゃっせー。出店は主にお肉、こっちの窓口は取れたて牛乳です。そして、今流行りの0.5階層スタイルです。少しだけ降りると、今が広がっています。そしてこちらはかまどです。肉を焼きます。思ったより感じる牛たちからの、視線。ロフトは寝室になっています。狭い。そしてロフトからは、資材置き場にアクセスできます。今回の建築は、このアーチが見どころと言っても過言ではありません。これは私も好きだな。お買い上げアシャシャーす。うざ。続いて下は、牧場となっております。通気性抜群だな。階段下は収納スペースになっています。牛から取った牛乳は、大釜に入れて、仕掛けで上に運びます。仕掛けで上に送れる風。牧場の先は、まだ作っていません。この奥には別の建物と、風車とかを建てる予定です。豚車とかもいいかもな。あとは馬の建物とか。さて、次はブランチマイニング場を、作ります。ブランチマイニング場を作る場所は、この辺りにしようかなと、思います。山の空洞が天窓みたいな感じになってて、いいな。構想としては、ふもとにブランチマイニング場へ向かう、炭鉱拠点みたいなものがあって、得た物資は、クレーンとかで山の上の方に運ぶのを想定してます。ドワーフの集落みたいな感じだな。武器や防具の調達は、ここの山にあるお店でお願いします。そうそう、このブランチマイニング場を作っている段階で、マインクラフトのバージョンを、上げました。1.16 から、1.19 だっけか。理由としては、地下の生成が大きく変わるからです。新しく生成されたブロックがそろそろ見えるはず。今ちらっと映った、丸い黒石のようなものが、新たに追加されたブロックです。黒い丸石な。アップデで追加されたこのブロックは、丸石に比べてめちゃくちゃ硬くて、壊すのが大変です。けど、装飾としてすごい使えそうなので、個人的には嬉しいアップデでした。ということで、イメージはこんな感じ。木組みの通路で、左右の線路が行きと帰り、真ん中は物資の運搬用の路線です。ここだけ壁に埋まります。頑張って対応、欠陥じゃねえか。到着、ここには、資材置き場などのスペースや、息抜きできるカフェもある拠点を作ります。多分、カフェより家系ラーメンとかの方がいいぞ。では早速ルームツアー。
恒例のカットである。てかカットしすぎじゃないか、さっきからいろいろ考えながらまったり遊んでたから許してちょんまげ。まず内装ですが、ダークオークを基調とした落ち着き空間を目指しました。正面の階段を上がると左右に資材置き場があります。右側は壁だぞ。こんな感じでチェストを置いています。使いにくそう。このトロッコは地上へ物を運搬するときに使います。今のところ機能はこれくらい。続いて正面ですが、こちらからブランチマイニングの入り口となります。ここには精錬機と絵画があったりします。このチェストは上にアイテムを送れます。ちょっとしたショートカット、こんな感じ。あとはここに時計があります。残量には気をつけましょう。謎の配慮。そして最後にブランチマイニング場へ向かう拠点を作りました。ここまで来るともう驚かないな。中はこんな感じ。ギルドっぽくしたかったので受付があります。そのまま奥に進むとドワーフたちの集落に向かう駅に行けます。そして左側が炭鉱へつながるトロッコ乗り場です。こんな感じ。見ての通り線路に使う金が足りていないので、まだ路線は一つしか使えません。そしてちらっと駅と話しましたが、ドワーフの集落はトロッコでの移動をしようかと思っています。最初は水流エレベーターを作ろうかと思いましたが、服がびちょびちょになるのは嫌なのでトロッコで移動します。ということで駅も完成。トロッコが通る橋も設置しました。この駅はあくまで乗り降りのみの駅のため、こじんまりとしたホームを意識しました。ここに線路を引く予定。ブランチマイニング場を作るあたりから金の在庫に困っているので、次回は金を自動で集めるものを作ろうかと考えています。線路の予定地はこんな感じ。景色が良くて結構好きな場所です。屋根がのっぺりしてる。今度直しておきます。遠くから見るとこんな感じ。かなり存在感があっていい感じ。では今回はここまで。また次回も見てください。ではじゃねばーい。チャンネル登録ポチッとな。